はい、どうも、靴ひもです。毎度ご視聴いただき、ありがとうございます。ということで、本日はバズフェードさんの診断実況をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。あなたは真のパクチー好き ?10 個の質問で見極めます。皆さん、パクチーはお好きですか?パクチー。パクチーってさ、女性に人気ですよね。いや、もちろん男性でも好きな方は大勢いらっしゃると思いますけど、なんかさ、パクチーとか、あと、アボカド。あれ、アボガドじゃないんだよね。アボカドとかさ、アボカドとかパクチーとかってさ、なんかやたら女性にモテるよね。何なんだろうね。俺、パクチーみたいな男になりてえわ。なんかモテな感じでな。アボカドってなんかさ、オンリーワンなベジタブルな感じすんじゃん。なんかのぬるっとした感じ。なんかその、キャラが被らないっていうか、アボカドにしかない味?テイストな。そういうのがあると思うんですけど、パクチーってさ、僕一回だけ食べたことあるんですよ。なんかパクチー入り、ラーメンだっけな?なんか麺類みたいなやつ。なんか他の葉物の野菜も入ってたんですけど、どれがパクチーって感じ?なんか。なんか別にそんな独特の風味があるわけでもないしっていうとあれだけど、なんかその強烈な味じゃなかったんですよ、俺にとっては。だから、なんかその辺のなんか、その辺のベジタブルやんって感じで、なんでまたちやほやされてるのかちょっといまいち下せないんだよな。でも人気ってことはやっぱりそれなりにこのモテる理由があるんだろうな。パクチーとかも圧倒的に俺以上にモテてるからね。で、女子って大体パクチー好きだもんね。パクチーか。パクチー生春巻き。これ、生春巻きの上にパクチー乗っけてるだけじゃん、これ。いける無理。いや、食べれるか食べれないかで言ったら食べれるし食べたいですよ。羊に行くパクチー。羊がかわいそうだけど、でも、パクチーとかどうでもいいから、ちょっと羊、ラム肉うまそうだよな。パクチーサラダ。パクチーとオニオンしか入ってねえじゃん、これ。おい。どんだけパクチー食いてえんだよな。パクチーティップス、何それ。味も香りもそのまんま。パクチーファンの方大変お待たせしました。え?もうこれあれじゃん、もう。パクチーをそのままなんか揚げた感じじゃん、油で。うわー、これうまいの?本当に。いや、いけるけど、でも、あ、これこれ。あ、でもな、こんな辛そうなやつじゃなかったな。なんか淡白なやつだったわ。俺が摂取したやつは。なんかパクチー入りとかじゃなくて、パクチーだけのやつ食べりゃよかったな。で、たくさん葉物が入ってたら、どれがパクチーだかわかんなかったんだよ、結局。いける。俺、辛いもの好きなんですよ。パクチー焼きそば、我らのペヤングじゃねえかよ。パクチーマクス、こんなんあるんだ。なんか、ペヤングってしょっちゅうなんか、遊ぶよな、なんか、メニューで。その遊び心マジで好きなんだわ。いける。俺、ペヤングマジ大好き人間なんで。靴ひもペヤングは、ペヤングの超大盛り、二玉入ってるやつに、コンビニで売ってる、千切りキャベツを入れて、で、湯を注ぐ。でそうすると、キャベツ増し増しペヤングができるんだけど、キャベツが入ってることでちょっと温度が下がって、その、適正温度じゃないから、特殊な訓練を受けた俺でしか作れないっていうね。ゆうゆくの皆さんも絶対真似しないでください。俺にしか作れないんで、靴ひも特製ペヤングな?いつか実写でやりてえわ。パクチー、アルコール。ね、これもう、これ絶対これ、飲もうとしたらこう、むせるじゃん、なんか。異物で。葉っぱがなんか口の中入ってきたで。俺酒飲まないんでこれは無理にしよう。パクチー牛丼。無理があるわ。しかも牛丼っていう器じゃねえし、これ。パクチーが入ってたらなんかおしゃれみたいなそういう風潮あるよな。いける。パクチーエース、うわ。抹茶にしか見えねえ。なんかさ、俺、なんか、あれなんですよ、なんか。和菓子好きなんですよ、和菓子。ジャパニーズスイーツ和菓子。で、抹茶味にしか見えない、なんか饅頭屋買ったんですよ。で、食べたら、よもぎで。
色、よもぎのくせにおめ抹茶みてえな見た目してんじゃねえよって感じで、マジムカついたんだよな。まあ、商品名ぐらい読めよって話ですけど、買う前にな。うん。だから 100% 俺が悪いんだけど、マジで許せねえよ、俺が。ってことでこれなんだっけ？あ、パクチーアイス？うーわ、もう、いけるけど、山盛りパクチー、うわ、虫じゃん、もう。昆虫でインセクトな？いける。パクチー大好き派。うわぁ。常日頃パクチー生かせる情報が耳を澄ませていることでしょう。むせたわ。なんかパクチー想像してるのむせたわ。パクチーでももう一回食いたいわ。最後のご視聴いただき、ありがとうございました。では。